実は変わってないんだ。そういうことや。はい、わかりましたよ。どこだーテロップ <laughs> あったぞー。よし。はにゃ変わらない <laughs> 変わらないぞ。ぴあけたけたけた。みんなこんばんはー。今日もありがとうございます。皆さん。 ガウさん、ヒロシンさん、ミッチさん、ミヤさん、ガトランティスさん、ドリーマーさん、音速の気公子さん、ミミーさん、しんいちさん、金髪マー君、プラムさん、サトシオンさん、メッシさん、カピオジさん、部長さん、こんばんは、ヒロシンさん、音符ありがとうございます、サンちゃん、ヨッタさん、こんばんは、しんいちさん、流れ星ありがとうございます、タオルリボンのタカヒロさん、タムヒロさん、スエンさん、えー、と、こんばんは、ありがとうございます。寝起きもフルメイクも今もかね、褒め上、ズーもありがとう。<laughs> ためひろさんオープンありがとうございます金髪マーク教えてた180人目ありがとうございますイエーイありがとうカピオジさん流れ星ありがとうございますめぐみのさんきむさんこんばんはやっほーみなちゃまお元気かずうちゃんこんばんは 初めて親衛隊になってくれてる方マジで多いです今月特に多い気がする嬉しいですタオルリボンの高博さん音符ありがとうございますけいちゃんこんばんはマジで多いです嬉しいです非常にそう風呂入って今すっぴんです ンスさんこんばんこばはジャスミンの花束ありがとうございますねちょっとさ急にさちょっと急なんだけどさちょ話していいポコ <laughs> さんこんばんはエンニョスさん音符ありがとうございますさっき村上さんこんばんはそう初めての方多いのめっちゃ嬉しいそうちょっとさ言っていいですかくじちさんこんばんはそうあの 一回これ書き直すかビンさんこんばんはニックネームさんヨトさんこんばんは 中田正義さんこんばんは羽鳥さんこんばんはあ、シエタになってるってよココアさんこんばんはうんとあ、ペンあった酒村上さん花束ありがとうございますソーリーさんこんばんはいやあのねなんかさー羽鳥さんハートありがとうございます ヨトさん音波ありがとうございますアランさんこんばんはいやなんかねちょっと思っちゃったんだけどね私のりさんこんばんはヨトさんハートもありがとうございますお刺身さんこんばんは流れ星もありがとうがきさんこんばんは流れ星ありがとうございますそう私思っちゃったんだけどさ 朝とかさ配信とかしてるとさみんなさ仕事行く前のさ忙しい時間とかさちょっとの時間見つけてさ私の配信に来てくれるわけじゃないですかもうお休みだよって方もいるとは思うんだけどでもさそういう人もさお休みの日に早く起きてさ来てくれるわけじゃんだけどさ私がさ「じゃあ今日この時間終わりです」ってなって「バイバイ」ってなってる時にさ「朝から配信してくれてありがとう」とかさ言ってくれる人がい多いわけですよ あのイベント期間とかで、ね、そうじゃなくても、まあ、毎回そうなんだけどえ私って何でこんなに恵まれているんだろうってすっごく思った今日特になんかさすごいことだよねって思って来てもらってんのにそんなさこと言ってもらえるんだよ自分がそうって思ってそんなにありがたいことってないよなって今日すごいあの 明日の、ね、撮影に行く電車の中でしみじみと <laughs> 思ってそう本当にみんなって優しいなって思うそうあじさいはねここに落ちてる <laughs> あるよ、はい、ドア開けるとね落ちちゃうんだよね ラさんこんばんは。どんてんさん、こんばんは。ハートありがとうございます。ヨトさん、だるまありがとうございます。しゅきさん、ハートもありがとうございます。箱こいしいさん、こんばんは。とひのりさん、流れ星ありがとうございます。ヨトさん、ココアさん、ハートありがとうございます。ココアさん、バラもありがとうございます。イージスさん、ジャスミンの花束ありがとうございます。今日の僕はうそさん、こんばんは。おんぷありがとうございます。狐さん、こんばんは。お刺身さん、ヨトさん、ハートありがとうございます。てちてちさん、こんばんは。しゅがきさん、HP ありがとうございます。げんさん、こんばんは。 ウバグルマさんこんばんは音符ありがとうございますお刺身さん乳母車さんハートありがとうございます楽しいからここにいやーもう嬉しいよほんとに逆に愛ちゃんが苦手な早起きして朝配信してくれるのにタイミング的に投げ逃げになって申し訳ないいやいやそんなことないよほんとにそうなんかさほんと何なんだ私ほんとにみんなのこと好きなの 分かる伝わってるこの気持ち <laughs> BPM188 さんこんばんはげんさんハートありがとうございますもかにあまんさんこんばんはあそうだよねあやちゃんの配信とか見てるえってかありがとうわざわざ来てくれたのありがとうねもうイトはね優しい人に優しい人がいやえー、本当に私これさあ言ってもらうこと多くてありがたいことにだけど私は あのみんなが優しくしてくれてるしみんなが私にいろいろこう力を貸してくれたり何か私のためにやってあげようってみんなの気持ちが伝わってるから私もその分みんなに返したいと思うしそれ以上のことを返したいって思うわけですよそうそうなのシンクレアさんカイトさんこんばんはヨトさんハートありがとうございます狐さん音符ありがとうございます 与党さん流れ星もありがとうございますどん天さんハートありがとうございますそう、そういうことなんですよね本当にね、ありがたいですあっ、はるかちゃんだ結構いただいてすぐ使ってますめっちゃ評判いいですしかもなんか、デコりましたはるかちゃんだ 前髪切ったように見えっるかさみんなに言われる「切ってない」え「え切ったのかいつ切ったんだろうちょっと切ったかも」あ「あやけケさんこんばんは」「一あ間違いない」「こんばんは」のさ伸ばしの方がさあの漢数字の「一に見えて「一時帰宅」と思って。 また行くのと思ったら違ったこんばんは帰宅中だったわ気をつけて家に帰るまでが仕事だからく <laughs> ちゃくちゃやなやつやんヨン <laughs> さん流れありがとうございます切ったのかな <laughs>、ね、<laughs> えなんかでも切ったような気がするそうあのもうちょっとしたらさ髪の毛染めるから <laughs> この時間に一時来たくてやばいなと思って <laughs> 違かったテラさん音符ありがとうございます予定たくさん作りたいので気持ちよく頑張るかわいいマジで楽しい夏にしようねゆみさんこんばんはテラさんハートありがとうございますねシンクレアさんバラありがとうございます そっか学生はもうテストの時期かしんどいよねいやだよねうつだよねテストってねマジで応援してる最高の夏が始まるよほんとにしんいちさん誰もありがとうございます別にうちは夏じゃなくても合ってるけど そう多分ねテストが終わると夏休みなはず学生はテチテチさん流れ星ありがとうございますテスト最近までまー、あ、ちゃんもそんなこと言ってたはずなのにもはや確かに自分でもそう思うかもなんかあのー、まだ全然1年とか経ってないはずなのにあっという間に感じる。 てかさあれだよね。私あんまテストテストって言ってなかったよね。レポートだらけだったから、なんかあんまり。なんかテス,テスト勉強というよりかはあのレポート課題に追われてたあ。何ちょっと。<laughs> おいおいびっくりした。今この紫陽花とさすごい同化してて。いけるさん音符ありがとうございます。ももっちさんこんばんは。 猫ちゃんウェディング <laughs> なんか日に日に毎日名前変わってる気がするんだっけどこれブライダルキャットタワーありがとうございます楽しみしかないいや本当にねあっも,もちさん猫ちゃん聖火隊ありがとうニャンニャンカチュさんイーストさんこんばんはまず <laughs> 毎日これ呼び名変わってるけどごめんねなんか、まあ、伝わればいいだろうっていうことで。 何ま、ねやばいまたモフネコ出たモフネコキッスでしょ <laughs> モフネコキャット <laughs> 頭痛が痛いみたいなか <laughs> ンさんこんばんはお花ニャンコちゃんタワーだってかわいいそれでしょもう決まった、はい、なんてちょっと待ってよモフネコフラワーガール <laughs> なんて うん、いいよお花にゃんこちゃんタワーでもう決まったから今それでカンさんハートありがとうございますイーストさんもハートありがとうございます7月はアマゾンプライムデーがあるか元気にあ何それセールみたいな,なんか面白い女って見えたけど大丈夫そう今なんか一瞬思っちゃん <laughs> ありがとうございますなんか喋ってたらんか視界のこの辺ですごいなんか面白い女が見えたんだけど ありがとうございます。たくぞうさん、こんばんは。ひんじさん、こんばんは。面白い。草 <laughs> え、九点のセールとか、何も買ってないんだけど。びえん。<laughs> あれでしょう。目代わりでしょう。買ってないです。金曜からバンダイセール。ちょっとやめて。やめてよ。<laughs> すごい、いいタイミングなんだけど。 ああドラゴンさんこんばんこばはハートありがとうございます面白い女私の推しの配信では1日1回もいるかもあ今の掛け軸マジちょっと面白い女枠目指していこう私も頑張るね <laughs> 頑張る方向合ってんのって感じえ長、ー、尾さんこんばんはねえ待ってやばいでもさマジで今買い物とか行ったら本当に物欲大爆発するあなんかイエー <laughs> ももっちさん 面白い女ありがとうちなみにま央ちゃんと凪ちゃん <laughs> ねー頑張るね頑張る面白い女枠狙ってくやっぱさありきたりじゃつまらないと思うんだよねだから発作であ大丈夫か あああああ砂ワンピ買おうか悩んでます一着だけって言ってる人いる <laughs> ねえどうしようね本当にどうしようまあまあって本当に思ありがとうええマウさマジでさあの本当に 楽しみがいいっっぱいあってまずこのイベントの打ち上げ配信じゃんガチイベの打ち上げ配信やるじゃんでさらにあのイベントで頂い,いたプレゼント開封もしたいのでどうこの豪華に本立てこう2日連チャンとかでやっちゃうんだからどうするみんなついてこれるついてこれるかみんなひでさんこんばんはハートありがとうございますカレーライスさんこんばんはハートありがとうございますマージャンやっぱ面白いありがとう世の中可愛い女で溢れてるので私もおもろーく目指して 別化を変えたい,いやあなた面白いよ可愛い顔して面白いんだからずるいわよそれはいついつえいつにしよういつにしようかなえでもさすぐやりたいしさ私もプレゼントとか早く見たいんだけど。 ね。どうしようか。でも打ち上げ配信先かな。うん。ちょっと迷っとく。ちょっと待って。おもちさん、音符ありがとうございます。うわ。焼肉食べ。うわ、焼肉食べたい。 でも家の焼肉とかじゃなくて焼肉屋さんの焼肉とか食べたいんだけどとバンフィーさんあのサックスとあのあ <laughs> ジャスミンの花束と本当ありがとうございますえそうだしさ当日はさ私これ最終枠があるじゃんそれやってから帰るから私も帰宅途中なのね だから当日は最終枠終わったら終わりにしようと思う配信はで、まあ、次の日か次の次の日とか、まあ、あの7月の,あの1週目でやりたいなどっちも打ち上げ配信もあの開封配信もって感じあのその認識でいてください「ももっちさんバカありがとうございますプロポーズ」 しょいさんこんばんはオリックスのイベントでめ珍そうだねあんまり見たことなかったかもなんか私があんまり注目してなかったからかもしれないけどあんまり見たことないこういうあのスポーツ系のイベント実家にいるうちの方が良さそうえそうなんだけどさそうなんだけどさ確かにえうわ待ってマジどうしよう えね、やっぱり開封配信先やってもいいいいですかそれでも確かに開封実家の方が荷物かいや間違いないちょっとそうそうしますそういうことにしときますちょっとね6月末からね7月は 一周目とかねめちゃくちゃ立て込んでんの私そうだからちょっといろいろ調整しますすいませんこんがりチーズ大盛りグラタンえ何それめちゃくちゃ美味しそうなんだけど何それひょいさんおっありがとうございますいい食材を温存しすぎて食えます <laughs> ねわかるよでもその気持ちは あれロサンだよロサンめちゃくちゃ美味しいよねロサンの焼肉大好きえ行きたいえバーバー <laughs> すぐバーバー召喚すんのやめてって感じえこないだカニ食べたから焼肉行っちゃおっかなマック我慢してさマック我慢してるくせに焼肉行くんだって感じだよねおもちさんハートありがとうございますえ 待ってありすぎるんだけどちょっと待ってくれランチとか行こうかなねええー、お腹空いてきたしなんかロさん行きたいけどランチってあるえあると思うよ多分確かあったはずロさんはね美味しいよ ハトさん、こんばんは <laughs> 強めに <laughs>。 めちゃくちゃ美味しそうなんですけど。何個だかな全然違うとか開いちゃった。ありそうありそうえ。えビビンバとかあるんだ。めっちゃ美味しそうなんだけど。ケロタン。 こんばんはラブレターありがとうございますしゅうけんさん音符ありがとうございますマック禁止で思い出したんですけどツルトンタンの後の増量激しくって困ってますえ、ツルトンタンの後に食べる量も増えちゃったってことめちゃくちゃ食べてたもんね え焼肉ランチっていうのがあってジャンボセット980円だよカルビミニサラダキムチワカメ <laughs> <laughs> ワカメスープワカメスープってやろうとしちゃって今 <laughs> やだワカメ単品 <laughs> カオさん温符ありがとうございますワカメスープライスあでもまあカルビしか付いてこないのか えでも他にも豚肩ロース焼肉セット910円とか結構これ多分ランチかな結構なんか良心的な値段な気がしますねえ足りないよこれじゃあえでも美味しそう合ジェイさんこんばんはバラありがとうございますえ単勝あるでしょあるあるきっとえないのかな 待ってやばいマジでお腹すいたまずいぞどうしようセットが多くて一人でいいけどうんお店の中もそんなに広くないからねロさんは結構ちっちゃいでもね美味しいよ昔からあってちょっとロさん潰れたら結構ショックなのでやめていただきたいって感じだけど まあ潰れることないでしょひでまろんさんこんばんは焼肉といえばまうちゃんなら分かってくれると思うけど単にはネギっていう風潮がえっ分かるよだからさなんかさあのそれこそお仕事してなんか打ち上げであの焼肉行こうみたいなとかさなったりとかしたことがあって。 そういうい時ってさ、大体みんな相場でネギ端子を行くんだけど「すいませんネギ食べれないです」っていうかネギ自分で取るか焼く前に取ってもらうかとかするかなそれかもう言,言えそうだったら言ってそのどういう人と行くかにもよるけど自分との関係性が。そう、でもあの 言えそうな雰囲気だったらすいませんネギ食べれないんで普通のも頼んでいいですかって聞くかもしれない新一いちさん小判ありがとうございますしかおさんこんばんはネギ単腫とか単腫じゃないかね <laughs> 落としてもやす <laughs> いや乗ってないの頼んでくれよ <laughs> そうそううわミートソースパスタとグラタンとかもうめちゃくちゃなんかさチートじゃん美味しいやつ お腹すいたなーでいやーでもなーそうだねでもああ <laughs> やお肉のこと考えてたらかわいいくまちゃんが来たスカ川さんこんばんはピンクくまちゃんリングタワーありがとうございます。 なんかすごいさ、私このギフト可愛くてさ喜んでるけどさこのなんかブーケみたいなやつとか何だったっけ?「お花にあんこちゃんタワー」だっけさっきこれにしましたとか全然忘れてる <laughs> <laughs> な何だったっけどれあーやばいどこどこどこ 合ってた <laughs> お花にゃんこちゃんタワーとか <laughs> このさなんかピンククバちゃんリングタワーとかさかわいいやつさなんか見て喜んでるけどすごいなんかついにショールーム側からも結婚をおられているような気持ちになってきた<笑><笑>ありがとうございますこんばんは丹塩と千枚刺だけ食べに焼肉屋行きたいから行ってこようかな千枚刺って何 ホルモンはね、私食べれないえ、待って、なんか増えてないあれあららあ、スカワさん、ピンククマちゃんリングタワー <laughs> ちょっと饒舌になってきたありがとうございますびっくりした炭塩とハラミわあ、えー、焼肉食べたいかも <laughs> マジで焼肉食べちょっと待って、あのさ、目を閉じている時に <laughs> あの クマが増えているスンスーピンククマチャーリングタワーありがとうございます」<laughs> これすごいスラッと言えるようになってきた「ありがとうございます」「お肉食べたくて悶絶してたらクマがいや本当にビスケット」なんだっけ「ポケットの中にはビスケットが一つポケットを叩くとビスケットが二つ」だっけ。しんちょろさんこんばんは。 あちなみに早く嫁に行けばセクハラになってしまうそうなんだめっちゃ言われてるけどねまああれは割れてるだけだ違うよ魔法のポケットだよねあれはあすごい嫌な嫌な大人が増殖してきたぞ <laughs> やめてそういった夢のないこと言うの。 寝てください早く結婚してくれ <laughs> それ何婚願っていうことかな早く結婚して婚願ってことさっき強めに押したら張り付いてるわまだいいね 子供の頃ビスケットの音を実践して、円角のポケットをビスケットはめ、先生に燃やよ。<laughs> そうなんだ。<切実笑>ケロヨンさん、初見さん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。 どうもありがとうございやほんとだよね本当そうだよねびっくりするよねてか大人もええー、だよねいい子供ですよでもちゃんとほら歌の意味を分かってるからねそれはそうです かわい,い熊ちゃんが3匹いる30日は始発の時を撮りました帰りは8時30分の時時を最初に撮ったええー、どうだろう一応さ19時半にはさあの終わる予定になってるんだけどでもわからないじゃん私古町じゃん 駅までちょっとあるじゃんっていうねなんかどうなんだろう順藩さんこんばんはココアさんバラハートありがとうございますそうそう歩くのは時間めっちゃかかると思うからあれだけど博士や太郎さんこんばんはハートありがとうございます私も増えると思ってたら別なものになる、まあそうだよねもう跡形もないぐらいだもんね多分 純粋な心はそうやってなくなっていく <laughs> よくも悪くも大人になるってそういうことだよね鏡さんこんばんこばは難しいよねまあなんか安泰な気がするな最終の方がっていう感じはするけどねどうだろうね余裕持つんだったらって感じしゅうけんさんハートありがとうございます そうなんかさ案外時間ないような気がするんだよねっていうちょっと遅くなっちゃうけどねそう帰りがねそう楽しみーあのー、なんか一部はね浴衣だったりまあ あのいつものように毎部衣装が違うんですけどちょっと今回は特にみんなに楽しみにしておいてほしい衣装もありそうそうなの「ちょっとよろしくお願いします」って感じ。<laughs> そうでも私の配信の最終枠が9時からだからそれまでには絶対に終わらないといけない出ないといけないそう水着ではないんだけどそう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 まあちょっとそういうところもあるかなっていう感じですかねまあお楽しみに。 配信変更してしおきますありがとうあのそうだそう今日ねアーシャーをね取ってきたんですけど前のイベントの時に特典で頂い,いたやつそうあの愛車取ってきたんですけどあのもうデータを頂きましたのではいそうなんかちょくちょく載せていこうと思います。 水着水着じゃないからどっからどっから拾ってきたのその水着結構時差だけど <laughs> いや、まあまあ、あのプレゼント着てこないでどうすんの帰りそれプレゼントしてどうすんのまあ100歩譲ってじゃあビキニとかすくみとか別別料金とかじゃないよ マジで土地土地,土地とかマンションとか,なんかんな <laughs> みんな何言ってんの何何何,そん,な何そんな別料金とかなんかそんなお金で解決しようとしてダメだよ。に兄さんばありがとうございます。当たり前だよね土地だよそんな土地とかもマンション家とかねうんよろしく。<laughs> 本当に月の音「ダメ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 」一等地一等地都内のしゅうけんさん流れ星ありがとうございます水着を着ていきたいもやばいっすねなんかなかなかにあ,あんまりそういうタイプいないししかも <laughs> 初めて聞いたかもその着ていきたい精神の人そうだよ オークションで水着見れる権利 <laughs> 1億からだけど大丈夫スタート1億だけど大丈夫そううん昌いさん音符ありがとうございますみんなもう諦めなこの私のさ絶対に水着を着ないぞっていうこの固い意志みんな諦めてしんいちさんグッドありがとうございます 1>, <laughs> 1億かーじゃないスカーさん1億かーじゃないんだよ <laughs> それどういう落胆ってこと高えなってこといや <laughs> 当たり前だよ高くしてんだもん真一さんオープンありがとうございます <laughs> いやいやいや考えないで考え中じゃないんだよ無駄無駄無駄世界で一番無駄な1億だからやめた方がいい絶対に やめダイアヤニャンに罪かぶせようとすんのウォンの方が高いんだっけドルがやばいんだっけなんか司ットテラさんテラさんなんかファンレベル26初めてって書いてあるけどなんかわけわかんない話になってるやだーちょっとこの話になるかいよ一旦 <laughs> みんなすごいんだから煩悩だらけ 座禅とか行った方がいいよマジで一 <laughs> 一回 <laughs> 一旦みんな座禅今水着って打ち込んだ人も座禅行きな強制座禅水着グラビアでしてないよ私も,もう若すぎてできなかったしそう悟び開いてこの駅はやばい滝行行け滝行 <laughs> 滝行からの座禅しなもう豪華日本って <laughs> 遅っあと10分だったミノールはもう無理ないよここからは <laughs> ここからそれは無理ないよあじゃあちょっと明日の楽しみの話をとりあえず3い大体ながら決まってるうん決まってますそうあのー そうなんです2部はちょっと光る棒とかを持ってきていただけると盛り上がるかなと思うしあカズブラキャントさんこんばんはそうだしあと1部は、まあ、浴衣を楽しみにして来ていただいて3部はなんかクイズをやっぱりやるみたいですシュウケンさんハートありがとうございますそうクイズをやっぱりやるみたいであとちょっとまあ楽しみにしといてほしいかなっていうところではあります正直。 え練習問題とか私も分かんないんだけど私に関するクイズだから私の配信を見てたりとかした人は結構有利なんじゃないかなっていう感じがします。はい、っていう感じですかね。高見さんこんばんさこばは ブラックサンダネグルえなんだろうねおまけみたいなやつ今回私たちもさあれさ行くまで知らないのよああいうなんかあの細かい景品みたいなやつわかんないからさ確かにチョコ溶けちゃうからねなんだろうね私も楽しみそうなんです超絶マニアックな問題出たら問題する <laughs> そうだよ <laughs> そうだよマニアックなの出るかもしれないからそうカズさんこんばんはで明日ね私松パ行くの楽しみなんか全然行ってなくて最近そうみんなともうちょっとで会えるから高見さんハートありがとうございます 浴衣はねトマツ衣装さんから提供いただいててそうなんです坂口さんこんばんは HP ありがとうございますそうかわいい浴衣だったよ楽しみ、うん、まだないよまだ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 やけるさんめっちゃフライング夜が明けてからにしてせめて <laughs> そうマツパマジで楽しみもう落ちまくってるからさ最近もうビューラーでずっと上げてるぐらいには落ちてるから すすごく楽しみですね久々お友達のところでねやってもらうの今回は。イベ頑張ってくるありがとうございます。ありがとう。しんいちさんペンライトありがとうございます。爪かうれしいうれしいね。そうこれもね生で見てください。ネイルはねこのままいくんで。 ねえ、ちょっと待って。ね待って、まだ水着って言ってる人いる今もう水着って打ち込んだ人も滝行から座禅の流れだからね、行ってきて。そうだよ。しんいちさんオープンありがとうございます。何何何何すごいんだけど、スカイプ一人だけなんか、<laughs> 時差時差すごいけど。すごいね。スカイプを経由してショールーム見てるでしょ。 本当に新さんばらありがとうございます本当にさびっくりしちゃうんだけど浴衣のシャ面とネイルシャ面は確くてあ嬉しいぜひ<非>今の時期の滝際はご褒美確かに <laughs> 確かにねちょっと冬とかが良かったか「くっそー」じゃないのよ <laughs> くっそーも意味わかんないし。 <laughs> 本当にちょっとねだからなんか水着そうだよちょっと待ってさっきなんかあのみんなが水着3部の,なんかあの浴衣もそうだけどもう一個楽しみにしててほしい衣装があってみたいなことを私が言ったのそしたら「え水着水着」みたいな話に勝手にコメント欄が盛り上がってもうみんな煩悩だらけだから座禅しなって言ってそう。 で悟り開いてもうそれって言うからじゃあもう滝行から行ってきなっていう話をしたのよそういうこと LINE フレンズのコニーとフェランドって待ってコニーってなんだっけウサギえー、全然な何の感情もないけどブラウンかなわ <laughs> からない <laughs> タツブルーさんこんばんは。 ままあまあ優しししいいいいいじじじゃゃゃなななくて厳しい <laughs> 厳ととかじゃないよ厳しいとかよ私はもうかっこ,かっこたるもう硬い硬い意志を持ってずーっと言ってんの私はもう水には来ませんよと言ってるんですけどねそれをみんながなんとか覆そうとしつこくいってじゃあ滝に打たれたら見れるとかじゃないからね違うよいいのいいんだねよしさんこんばんは。 そうよほんとアープクさんこんばんはそうそれでオークションとか言い出すからみんなが1億スタートだよっつってねうんそうだよねえこんな話したあと3分 <laughs> <laughs> たまにはいっかたまにはいっかそうだよね明日はじゃああれだねみんな夜の配信「松橋と私」を見てね見てね見てね そうです。やる意味のめさ倍増したわ確かに <laughs> 確かにな。新一さんグッドありがとうございます。そうだよ。はい。明日も同じ時間です。みんなありがと内容の声やし面白かったね。<laughs> みんなありがとう。みんなのおかげでなんか一位キープしてます。嬉しいですめちゃくちゃ。もう。 えー、まあねあのー、あれですねあのー、まあ今ね結構点差が離れてますけど、まあ、最後までねあの油断せずにあのい,いきたいと思いますそして今日が2日目だったので明日が3日目で前半戦がラストん ?242526。24 25 26 明日四日目ですえ、折り返しだ早いということであ、みっちさんハートありがとうございますなんだかんだ楽しい <laughs> そうだね、そうだよね、うん、そう、赤さんゴさんこんばんはそうまあね、イベントの日数が進むということはみんなに会える日も近づいてきているということなのでね、ちょっとドキドキしつつ楽しみながら今週過ごせたら いいなと思ってますみんないつもありがとう今日も配信見てくれて本当にありがとうございます明日も朝早いんですけどよかったら見に来てくれると嬉しいですということで今日もありがとうございましたおやすみゆっくり休んでねほかにやまさんハートありがとうまたね